はい。あ、何？なんだい？会っておくべき人がいるよ。裏か？裏口から出るのか？はい。まあ、セーブしてからね。地下とセーブしてから。はい。裏じゃない、裏。あんまうるさくしたら。お、え？あ、そういうね。時の止まった世界とか、そういうことだ。こっちだな。何？え？どうなってんの？これ、岩。何これ？え？何この岩？どうなってんの？これ何？おお！あ、振り直しのとこか、これ。こっちじゃないんだ。こっちではない。こっちか。あ、女の子。あれ？この子は、なんか、前、昔やったさ、なんだっけ、これ。リンボーだっけ？なんだっけ？なんか、あれ？今ここ消えた？なんか、妹さ、探しに行くゲームあったよね。昔やったんですけど。どこ行った？あ、なんだ、魔法使いさん。背高くない？めちゃくちゃ。この次元に来客とは。やはり、違うディメンジョンに入ってしまったのか。ライブラの、リブラ、ライブラのことかい。天秤のことかい。アストレイヤの天秤か。はい。人間には分不相応な代物じゃ。守護獣を倒して手に入れました。うむ。その天秤の本来の力、いずれ扱う時も来よう。はい。お主の選択は天秤をどちらに傾けるのか。はい。こういう夢を見たのさ。どういうことか。よし。じゃあ、初仕事。まあ、何はともあれ初仕事に行こう。で、豚ちゃん3匹のマークの。よいしょ。よいしょ。おはようございます。あれ？あれいないけど。マスターいないの？おはよう。めちゃくちゃ寝たよ。マスターはあんまりここに来なくても平気なんだ。この酒場としてそれは大丈夫なのか？うん。可愛がってた迷子猫の捜索に、なくした指輪の捜索、喧嘩の仲裁、結婚式の仲人。結婚式の仲人なんはさ、それはあなた方向けでしょ、依頼は。ダメでしょ。新入りの僕が急に言ったらダメでしょ。仲人さんは。めちゃくちゃ内輪の問題しか解決してないじゃないか。そう。その問題の解決から故郷の手がかりになりそうな感じがしないんだが。わあ、贅沢言うのねって言われてる。うわあ、先に渡しといてさ、ずるいじゃん、そういうこと言うの。断れなくなっちゃうじゃん。仲人も。よかった、よかった。さあ、なんだい？湿地への定期物資の輸送。湿地か。ガウがすでに物資を持って出発してるんだけど、いまだに戻ってきていない。やばいんじゃないか。届け先の老夫婦。こんな危険な湿地に老夫婦が住んでるのか。特定の商人が行商していたんだけど。 いや、危なすぎるだろ。なんでその商人さん連れて帰ってこなかったのか、この町に。はい。OK。まあ、簡単な仕事だな。ガウは後回しでいいから。 OK。 はい。あー、ちゃんとセーブしてからね、行けと。補充してね。用事があるならってどういうこと？あ、そういうことか。装備とかをね。あ、何？闘技場行けって。やってやろうじゃないの。
よっしゃ、闘技場。え、ここ闘技場だっけ？闘技場後だけど、ここでいいの？あ、めちゃくちゃ人いる。あれ、マスター？マスターじゃないの、これ。めちゃくちゃ気合い入ってるけど。マスターめちゃくちゃ気合い入ってるよ。はい。あ、これまたさ、あれじゃない、現世じゃないんじゃないか、ここ。本来のリスパダール闘技場は1000年前に閉場しております。今では異界闘技場と呼ばれ、下界の外界の強者どもが腕を競うコロシアムとして次元を超えて存在しているんです。あ、僕らしか入れなかったということか。はいはいはい、 OK。 なんか報酬あるんだろうね。酒場、あ、やっぱ3匹の子豚じゃん。マスター表の顔、実は私、マスター、本来のお仕事はここ。異界闘技場の支配人なのでございます。はい。では帰るか。ちょっと待ったーって言ってる。テンション高いなぁ。我々は無類の戦い好きというわけでもないし。そうだね。来た。超絶貴重な魔導クリスタル。装備コレクションも。ほう。やってやろう。まあ、負けても大丈夫だろうな。はい。対戦相手を全て打ち負かすのみ。OK。では、いつもと同じ感じでいいわけか。確かに。まあ、楽でいいな。はい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 。お手調べ、ぷよ、え、ぷよぷよクエスト？素潜り、地の利、崖っぷち。いや、小手調べでいいよ。OK。勝負。あ、上から順番にね、やっていきましょうよ。あ、なんだこれ。あ、こういう、はい、ファイ、これ、はいはいはい、よいしょ、壊した。わ、これ、これ大変だぞ。よ、結構あるぞ。よ、ちょっと待って、よ、これ、もう向こうもあるから。よ、よいしょ。あ、ちょっとやばい。やばい、ここ登れないのかよ。よいしょ、よよよ、おい、よっしゃ、よいしょ、よいしょ。あ、間に合う間に合う間に合う。 OK。 よし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 、コンプリート。敵と戦うわけじゃないのか、これ。よっしゃ、この闘技場初の勝利者、やったー。何ですか、魔導クリスタル。はい。See you again! 今、したかった。あ、セーブクリスタルある。なんか落ちてるよ。ベルケイド鉱山城。旧火山の近くにある町。大魔導士の力により炎の魔人が封じられて以来活動停止している。これ活動開始するんじゃないか？魔人を封じた後、大魔導士はこの町に住み、賢者の塔を建造。賢者の塔。自らの知識を伝えた魔導士たちで結成した自警団を築き上げた。はいはいはい。賢者の塔の周りには魔導士たちが巡回しており、事前に許可を取らなければ立ち入ることはできない。二人の魔女がいる。はいはいはい。火山の内部にはその場にそぐわない宮殿のような建物が埋没しており、入り口を見つけた者もいると言われると。はい。で、いろいろあるんだよな。全部やんのかな。翼屋は？おーおーおお。レディー、ワイ。硬い硬い。いいからず硬いな。硬すぎるだろ。やばいやばい、ここ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 やばい。ここやばいんだ。よしよしよ、ちょっと後ろに。おし、うわ、あそこいるぞ。こいつ。よし。おいおいおい。おい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 、よいしょ。いやー、ちょっと待って待って。あい。
これまずいぞ。よしよし、あっと、よしよし、まだいける、まだいける。反対側だよな、まだな。よっ、まだ反対側があるから、回復、回復。ちょっとお金も、お金っていうかアイテムもったいないけど、まあ、回復しようか。ほいほいほい、おい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 、よいしょ。あ、いけるか。いやだいやだ、相変わらず盾使えないぞ。よっ、わ、ここ多いな。頑張れ頑張れ、牽制牽制。あ、これまずい危な、危ないよ。いい、牽制しながら、はい、頑張れ頑張れ。この、あ、ちょ、危ない、あ、ちょっと危ないよ。いや、あと25秒しかない。これいけるか。破裂した後がやばいんだよな、これ。よいしょ、はい。あ、これは間に合わなそうな予感するよ、ちょっと。よっ、はい。はい、はい。難しいな、これ。小手調べが限界だな。よし、もう先に行こう。はい。ってことで、ちょっと回復アイテムを補充していこうか。よっしゃー。では行きますか。注意、これ以上難易度を困難から無理に上げる変更はできなくなります。簡単適正は大丈夫。はい。いいですよ。インポッシブルでいくぞ。下げたらもう戻せないってことだな。ブリビオン湿地帯。醜悪の魔物に襲われ命を落とす者もいれば、ぬかるんだ地面に足を取られ屍を晒す者もいる。人の寄りつかぬ危険地帯である。なんでそこに老夫婦が暮らしてるんだ。そこには主と呼ばれる強大な魔物が存在し、幾度も派遣された討伐隊は帰還することかなわず、数多くの勇者の屍が沼の底に沈んでいるという。そんな場所に暮らす一組の老夫婦がいた。町からの行商がなければ生きていくことはできない。命を落とした行商人に代わり物資を配達するのだ。行け我が下僕たちよ。見るな、依頼者より何は、なんで最後我が下僕たちよって言われてんの。よし、ここが湿地帯到着だ。湿地帯とは聞いていたが、この湿度は 100% だ。通い慣れた商人でも命を落としたんだ。我々が二の舞になるわけにはいかぬぞ。よし、行くぞ。うん、 OK。 お、切れる切れる、ま、切れるだけだけど。あ、うわ、なんだ、結構リアルな、え、上下、あ、上、上だったね。結構リアルな場所、あ、これ隠れてんだ、これ。いる、いるね。よっ、よっ、うわ、なになになに、押した、はい。おお、おお、かっこいい。なるほどね、隠れてんだ、これ。って、イモジなんか飛んでくるぞ、これ。怖っ。ここガード、あ、できてない、できてないガード。うわ、強っ。こんな強いの敵、あれ、ここいなかったかな、今、うん、こんな強いの。おお、うわ、回復するんじゃなかった、回復するんじゃなかった。いるっしょ、ここ。あ、びっくりした、後ろか。いるっしょ、いないの、ここ。あ、いない、このセーブクリスタのところはいない。もうビビらせやがって。わ、でかいのいる。よっ、月光、あ、まだだった、ここが月光。よっ、わ、でかいでかい。これちっちゃいの産んだりしないよな、大丈夫。よし、ちょい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 、当たんないんだ。よっ、上がってくる、上がってくる、上がってくるんじゃ、あ、なっ、おお、あいつ飛ばしてくんの？怖っ！何これ？おー！初めてガードできた。初ガードじゃない今の。
はいはい。で上攻撃、おいしょ、あブレイクブレイクブレイク、よしよしよいしょ。あなんだなんだ、はいはいはい、反響のカード、あこれアイテムだ。いや見りゃ分かるけど、よし、いやちょっと強いぞこれ。あいたいたいた、えいたけど、おじいちゃんの前にどうした、こんなとこで。いやいや探しに来たんだよ。かーって、いや迷子になってないよ、全然帰り道わかるから、一本道だから。湖これ渡れないね。うんうん、じゃあおじいちゃんおばあちゃんのとこには行けないのか。あそうだね、カロンよろしく。先生頼みます。え何いけないの、うわあなたが落としたのは的なこれ。まあ確かに落とし物というか吸い込まれるって本人は言ってましたけど、あ金銀普通、湖の精霊が、泉の精霊がいるのか。嘘ついちゃダメでしょそんなとこで。あなたは正直者ではありませんね。では全部没収。ちょっと待って待って待って、そうそうそう、返してくれんのかな、返してくれないの。おー帰ってきた。あ意識あるんだ、やられてる、選別の間意識あるんだ。あそこもね、そこは俺が言ったわけじゃないし。そこどっちにしろね、どっちにしろ怒ってたんだ。じゃあどうするんだろうね、ちょっと芋虫強かったから大変だぞ帰るのも。はい、泉の精霊がいたが、うん、昔この沼は昔からあった、はいはいはい、じゃあ別の道。吸い込まれちゃうからね。主遠目に見えたらすぐ逃げろ、大丈夫なのかそれ。OK 分かった分かった、これ逃げるミッションあるのか、それとも戦うミッションあるのか、それでも。主絶対出てくるでしょこれ、やってんなこと。おーなんだなんだこれ、これ主犬これ、ワンワン、ああの間ガウにさ言った方がよくない、ここ獣道あったよって。